メンバーが増えた冬樹のオカルトクラブ、みんなで楽しくワイワイと。何して遊ぶ？オカルトしりとりは？それはすぐ終わる気が。むずいま。ペコポンチンの諸君、そういうことならスゴロクはいかが？スゴロク？面白そうな気がする。やろうよトモス。大丈夫なの？何かの罠ってことないよね軍曹。楽しそうねみんな。ゲームスタートでやるよ。ですね。3だ。大丈夫かな。1、2、3。ワブ！ここはまさかピラミッドだ。男の子チーム1回休み。ワブブルブルギルギルギル。止まったマスの命令が現実になるスゴロクラのディアリ。面白い。やるやる。ケロン人だけ10進む。ずるくさー。ブーブー。白熱のスゴロクファイト。ペコポン人の足踏みの間にケロロチームぶっちぎりでリード。あと2つでゴールです。行けよ行け。俺たちの勝利に向かっていい。わー、あと1個なのに。 1？ おじさんこれ何？あれ、ひょっとしてこのマスは恐怖の大王出現のマスです。恐怖の大王って1999年、空からやってきて地球を破壊する大王が現れるって予言されていたんだ。その大王の名前は確かアンモルモアです。っていうか、地球滅亡。おじさまのために私頑張ります。待てモード、これゲームだから。あの、本当じゃないから。何をやっとるか。助かっただりまし。面白かった。トムスもう一回やろう。ペコポン人と俺たちがなんで仲良く遊んだるんだ。